にちは、南部ももかです。今日はこちらのメイク、ザラコスメを使ったメイクをしてみました。今からお見せしていきたいと思います。どうぞ。まずこちらの色をつけていきます。この筆もザラノです。もうね、初っ端からこの色味をつけていきます。すごい、わかりますか？めちゃくちゃ高発色なんですよ。少しずつ量を増やしていって馴染ませていく感じです。なんかこういうカラーメイクするときってコツは、少し取ってこうまぶたのすぐ上の部分、二重幅の部分にのせてからアイホール全体に伸ばしていく感じ。そうするとね、すごく綺麗になじみます。すごくない？もうこれだけですんごい綺麗。この色味ね、最初すごい私似合うかなって不安だったんですけど、実際つけてみると本当に可愛くて、なんかどこにもこんな色味ないし、ラメの色味とかもね、ちょっとこう肉眼で見るとピンクとか赤っぽい色味も入っててすごい綺麗で、ちょっとねこの目尻側を若干濃くしたいので、そこにもピンポイントにアイシャドウを追加してこのようにのせていきます。このブラシがすごい細いタイプなので、割とね細かいことも描きやすいです。この彫り、目の彫りをつけたい部分まで薄く広く塗っていきます。私の二重幅はこんな感じで狭いんですけど、それよりもちょっと上にどんどんこうブラシでしっかりなじませて薄くして広げていく感じで塗っていきます。で、次にこちらの黒色でを少量取ります。目尻側に少量ね、こんな感じでのせていきます。これをね、少し取ってこんな風にのせたら、それをぼかしてなじませていきます。これ細い筆でまた少し取って、目頭の部分にも少し黒のアイシャドウをのせていきます。この時のせすぎに注意してください。本当に少し、あとでアイライナーでどうせ描くんだけど、こんな風に先に濃い色のアイシャドウを使って下書きするような感じで少しだけのせてあげます。よりアイライナーが馴染んで綺麗になるのでおすすめです。はい、では次はこちらの色を使っていきます。そしたらこの黄色もすごく可愛いから、細いブラシで少し取って、この黒目の下の部分に少しポイントで入れていきます。そしたらこの茶色、涙袋の目尻側、この時少しこうやって顔の角度を傾けてあげるとすごい描きやすい。でこれで少しだけ薄いので、本当に少量ね、この黒を少しのせます。はい、ではチークとかコントワーをしていきます。この色もすごい可愛いの。コントワーリングしていきます。この色もね、すごい馴染んで綺麗なので、フェイスラインにも同じようにのせます。このね、鼻筋も作っていこうと思います。このね、ブラシがすごいこの鼻筋に綺麗に通るので、こんな感じで、なので縦にしっかりと乗せていきます。そしたらこちらの薄色を取ってハイライトを乗せていきます。
バナの上の部分、大きめのブラシで入れてあげると自然に光を放ってくれるのでおすすめです。唇の内側だけに塗っていきます。少し手でポンポンってするとより薄くなるので、こんな感じです。そしたら周り、唇の周りはこちらを使います。はい、ということで髪の毛も完成しました。どうですか？めちゃくちゃ可愛くないですか？やっぱりこのメイクすごい好きです。やっぱりザラコスメが本当に想像以上にめちゃくちゃいい、本当に可愛いし、なんかカラーもすごくたくさん豊富なので、本当に皆さんまだ試したことがない方はぜひ試してほしい。なんかすごい簡単だった。カラーメイクの方が案外なんて言うんだろう、簡単かもしれない。一つのシャドウですごく一気に雰囲気が変わるし、すごいメイクしててね、やっぱり楽しいです。今日はお出かけするし、すごい綺麗にしていきたいっていう時とかすごくいいと思います。なんか海とかもいいんじゃないかなって思う。私の今回の髪の毛は本当にただ濡らしただけなんです、髪の毛を。なんでこう海とか行ってちょっと入った後にこんな感じになるじゃないですか。それをイメージした感じで濡らしただけの濡れ髪なんですけど、すごい可愛いよね。濡れ髪との相性がめちゃくちゃいい。めちゃ可愛い。このねリップのね2色使いもねすごい可愛いと思うんです。私的に可愛いんだけど大人っぽいみたいな、このピンクの色味がすごい絶妙で、あのねアイシャドウの色とも合うし、目の下に入れた黄色のアイシャドウもすごい生きてるかなって思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンとコメントしてね。インスタグラムのフォローもお願いします。ありがとう。バイバーイ。またねー。